皆さんこんにちは。力添え PLC シーケンス講座へようこそ。今回は前回に引き続きキーエンス VT シリーズのワークシート機能について詳しくお伝えします。前回はキーエンス VT シリーズのワークシート機能の基本概要とワークシートの設定方法についてお話ししました。ワークシート機能は Excel のようなワークシートで、乗数や演算式などを事前に設定できる機能です。今回は前回作成したワークシートをもとにタッチパネルでの表示設定について解説します。これが前回作成したワークシートです。前回はワークシートのセルに文字列や演算などを設定しながら、2017年から現在までのライブ動員数データを作成しました。その後、動画外で2023年現在までのデータを追加しました。 B 列と C 列には文字列、 D 列から O 列には数値データ、P 列から R 列には関数や演算式が設定されています。詳細な設定方法は前回の動画をご覧いただければと思います。それではこのワークシートの設定をもとにタッチパネル画面の表示設定に進んでいきましょう。今回はワークシートの設定をわかりやすく説明し、ワークシートを活用することでPLC のプログラムを最小限に抑える方法をご紹介します。そのため各行ごとに一つの画面を作成します。また文字列を PLC デバイスに出力することも可能です。例えばライブのタイトルごとにビットデバイスを割り当て、インデックスを用いてプログラムを作成すれば一つの画面で内容を切り替えることもできます。しかし今回はできるだけシンプルなプログラムを目指すため、この方法は使用しません。ただし、グラフ表示の部分に関しては、インデックスを使ったプログラムの説明も行います。それでは、早速表示設定に移りましょう。さて、まずはライブタイトルの設定です。こちらは、ワークシート上の文字列を表示する部分です。設定方法は非常に簡単です。参照ワードデバイスの選択肢がありますが、通常は PLC が選ばれており、デバイスを入力する必要があります。しかし今回はこれをセルに変更します。この部分をクリックすると設定ウィンドウが表示されます。ワークシート ID は0でセルの位置を指定します。下にはワークシートの一部が表示されていますので、表示したいセルをクリックして選択します。ここでは B2 セルのひらがなおもてなし会を選択します。これで設定完了です。同様に会場名も設定してみましょう。会場名は C2 の赤坂ブリッツンです。こちらも選択して OK で設定ウィンドウを閉じます。次に開催日の設定です。こちらもワークシートに入力した値をそのまま表示するようにします。開催日は数値表示に設定されています。こちらも参照ワードデバイスを PLC からセルに変更し、セルの位置を指定します。表示が見づらいかもしれませんが、スクロールバーがあるのでそれを操作して開催日のセルが表示されるようにします。開催年は D2 セルですので、これを選択して OK で設定ウィンドウを閉じます。同様に月と日も設定していきます。次に動員数、タイトル別動員数、累計動員数の設定です。まずワークシートの設定を振り返ってみましょう。動員数は P 列にありますね。 P 列には K 列から O 列の比別動員数を合計する関数が入っており、その計算結果が D300 に出力されるように設定されています。タイトル別動員数の Q 列にも
P 列の値をそのまま D500 に出力するセルと、合計の関数が入っているセルがあります。この場合はツアー期間中の会場ごとの動員数を合計する設定で、その結果が D504 に出力されます。累計動員数は演算によって求められます。P 列の動員数合計と一つ前の累計動員数を足し算した結果が、D600 に出力されるようになっています。これらの情報をもとにして、画面の設定に戻りましょう。動員数は D300 を参照する設定にします。タイトル別動員数は D500 ですね。累計動員数は D600 を設定します。ちなみに、データ長は2ワードで、データ形式は符号なしバイナリです。ここでグラフの設定は後回しにして、まずは参加メンバーの設定を行います。参加メンバーは、ワークシート ID1 にメンバー一覧のワークシートを作成しました。こちらがその内容です。このワークシートには、卒業メンバーも含めて全てのメンバーの名前がリスト化されています。全てのセルが文字列です。ここから再び画面に戻り、参照ワードデバイスをセルに変更します。そして、ワークシート ID を1に設定すると、表示されるワークシートが変わりますので、B1 を選択して OK で設定ウィンドウを閉じます。同じように他の項目も設定していきます。最後に、グラフについてです。グラフの設定は、すべてのページで同じデバイスを使用し、ページごとにインデックスを使用してデータを切り替える方法について説明します。まず、動員数グラフの参照ワードデバイスは D250、累計動員数グラフは D252 に設定します。その他の設定については今回は説明を省略しますが、別の機会に解説いたします。それでは、プログラムの解説に進みましょう。今回は演算などのプログラムはワークシートで設定済みですので、データを表示するためのプログラムは不要です。先ほどのグラフ表示に関するプログラムだけに焦点を当てて説明します。また、ページ切り替え制御のプログラムについても、以前の動画で解説済みですので、そちらもご視聴ください。これらは、主にページ切り替えに関するプログラムです。具体的なグラフ表示のプログラムは、以下の通りです。まず、D0 の現在ページ番号が100以上という条件があります。なお、ライブ動員数表示の画面番号は100ページ以降に作成していますので、この条件を満たします。D900 に表示中のページ番号を転送し、それから100を引いて2をかけて、その結果をインデックスレジスタ Z1 に転送します。この部分は、その後の D300Z1 を D250 に転送するためのものです。動員数グラフにおいては、D300 から2ワードずつデータを出力するようにワークシートで設定しました。例えば、D300 の次は D302 のデータをグラフ表示する必要があります。現在のページがタッチパネル上の100ページ目を表示している場合、Z1 の値は 100-100×2 で0となります。したがって、D300Z1 は D300+0 ワードとなり、D300 の値が D250 に転送されます。一方、101ページ目を表示している場合、Z1 の値は 101-100×2 で2になります。したがって、D300Z1 は D300+2 ワードとなり、D302 のデータが D250 に転送されるわけです。累計動員数に関しても同様です。D600 から2ワードずつデータを設定していますので、D600Z1 を D252 に転送します。以上がグラフ表示に関するプログラムの説明です。最後に、シミュレータで実際に確認してみましょう。メイン画面には、
このような画面を作成しました。以前の内容を再利用していますね。2016年には単独ライブはひらがなおもてなし会しかありませんでした。したがって2016年の年間ライブ動員数は1300人になります。なお欅坂46との合同ライブはここに含まれていません。さて実際にひらがなおもてなし会のデータを見てみましょう。先ほどワークシートで設定した各項目が表示されています。この時はまだ1期生12人しかいない小さなグループでした。グラフ表示ですが、動員数のスケールが12万人、累計動員数のスケールが100万人に設定しているので、まだグラフにも現れませんね。一旦戻って最近の2023年のデータを見てみましょう。2023年のデータはすでに開催済みまたは予定されているものまで含まれています。その中で4回目のひな誕祭のデータを見てみましょう。このイベントでは2日間で7万4千人もの観客を動員しています。驚きですね。また4期生までのメンバーが加入しており、グループは大所帯として成長しています。最後にさっきのグラフ表示に関するプログラムを見てみましょう。現在の表示ページは144ページですので、インデックスレジスタ Z1 には88が格納されています。そのため D300+88 で D388 の値、および D600+88 で D688 の値が、それぞれグラフに設定したレジスタである D250 と D252 に転送されています。ここまでの内容をまとめると、データを演算したりする複雑なプログラムは不要で、ワークシートを活用することでシンプルなラダープログラムだけでこれらのデータをタッチパネルに表示できることが分かりました。前回と今回2回にわたってキーエンス VT シリーズのワークシート機能について詳しく説明しました。いかがでしたでしょうか。皆さんの感想や質問、コメントなどぜひコメント欄にお寄せください。最後に今回の力添え PLC シーケンス講座は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。